こんにちは、ゴルファーズメディアラボプロフィッターの福本です。今回はキャラウェイの4回目ということで最後ですね。サブゼロの体積が460から450になった理由、こちらを掘り下げていきます。それではどうぞご覧ください。こちらはズバリ、プロの要望に応えたヘッドの大きさになったということですね。実際に自分も構えて打ってみましたけど、すごい小ぶりになってて非常に構えやすかったです。で、ただ今回そのプロが使うっていうことで皆さん難しいって思ってしまうかもしれないんですけれども、実はそんなことはなくて、サブゼロ自体は球筋で、使えるか使えないかっていうのを判断してほしいなと思います。で、そのセルフチェック方法としてはズバリそのフック、自分がフッカーなのかスライサーなのかで決めていただければと思います。プロが使っているので、サブゼロのヘッドっていうのは捕まりを抑えているんですね、極力。なので、自分がフッカーなのであればサブゼロのヘッドはアウト思ってください。もうこれはヘッドスピードは関係ないので、自分の球筋で、セルフチェックをしてみてください。今回、マーベリックのヘッドがどこに当たっても飛ぶヘッドということなので、フッカーで、あと打点のばらつきとか気にされる方はこちらのサブゼロのヘッド非常に、いいと思いますので、一回試打をしてみる価値はあります。今回でキャロウェイのマーベリック全4回が終了いたしました。で、もし第1回目から3回目見ていない方のためにちょっとおさらいしておきますので、ご覧ください。まず1番目、なぜスタンダードが2月に先行発売なのか。で、2番目がペリメーターウェイティングがなくなった理由。こちらもペリメーターウェイティングがそもそもなんだろうっていう方はぜひ見てください。で、3回目は純正シャフトがスピーダーからディアマナになった理由ですね。こちらは予想以上に再生回数をが伸びましたので、もうぜひご覧になってください。今回のキャロウェイのマーベリック第1回目から3回目までもし見てない方がいましたら、概要欄の方に URL を、貼り付けておきますので、ぜひご覧くださいませ。ご視聴ありがとうございました。よろしかったら最後に、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。ゴルファーズメディアラボであなたのゴルフが変わります。店長の佐野さんです。はい、ここゴルファーズメディアラボでは7つのポイントでスイング解析を行うクラブフィッティングをはじめ、チューンアップやカスタムクラブまで専属のフィッターが一貫して行います。下シャフトは常時500本用意されてるんですよね。すべてのゴルファーに楽しんでいただけるゴルフスタジオですので、ぜひ一度お立ち寄りください。